ヤマンコテボンことコテツボンバーでございます。皆さん見てください、ついに私も手に入れました、ワークマンのペルチェベスト冷房服でございます。いやー、ついにこれを買っちゃいましたね。最近テレビでペルチェペルチェ言うてるから何かな思ったら、これまたヨーグルトみたいな感じのおやつかな思ったら、関係ありませんでした、冷房服でした。面積最大級ペルチェデバイス誕生、瞬間冷却、東北大学病院監修の検証試験を機にしたペルチェウェア、もうすごい期待できますよね。40度の環境下の冷感性を実感できるペルチェデバイスがあって、クーレファンがあって、で S から 5L サイズの体型にフィットするフリーサイズ設計、まあ、80からやったら僕多分これ M サイズぐらいでちょうどいいんで、まあ幅広いですよね、 S から 5L って。3段階ボタンで位置を調整、ボタンの止める位置によってペルチェデバイスの位置を調節可能。なるほど、首元に持っていったりとか、もっと背中に持っていったりとかできるってことだよね。でコントローラートンネル収納ポケット、コントローラートンネルを収納することで作業の邪魔にならない。なるほど、胸元に置いておいてクリクリクリって回して調整するということですね。フロントベルト収納ループ付き、前でも締めれるということですね。なので専用モバイルバッテリー付属、胸部分に専用モバイルバッテリーを収納するポケット付き、まあ 3.7V の10000mAh、 これでどんだけ持つかですよね。最大約マイナス19度、夏はキンキンに冷たい、最速約1秒驚異のスピード冷却、ニコスリハン劇場でも1秒じゃないもん、すごい。じゃあちょっとね、中を開けていきましょう。よー、少書です。で説明書、説明書もいろいろ書いてますわ。だいたい僕説明書見えへん人間なんでね。うん、オッケー、これが噂のペルチェですね。あ、めっちゃ軽い、多分これ 200g ぐらいしかない。本体何 g って書いてあ、書いてる 225g。 ここが背中にこうピトンってして冷たくなるってことやね。これがリモコンね。これベスト、すごい女の子が着るような感じのベストですね。ええやんええやん、かわいいやん。なんでこれがバッテリーかな、専用バッテリー、株式会社リブレ。うん、初期充電はランプ3つ。さあお外に出てまいりました、ご覧のようにね、今ちゃんとワークマンのペルチェベストをつけてます。で今めんどくさいなと思ったんが、ずっとバッテリーさしてたんですけど、電源入れる前につけな、通電しないみたいですね。だから一回 USB を抜いてもう一回差し直して電源回しました。そしたらもう瞬く間に今背中めっちゃ涼しいです。これでちょっと走行してもっと涼しさを感じれるのかどうかですよね。よいしょ、うわー暑いなー、もう長さ夏ですよ、これ夏、もう常夏の感じの中今走っておりますけれども、背中やっぱめっちゃ涼しいやん。何やこのペルチェって一体、めっちゃ背中冷たい。おはよう、今年の夏初めての会長がないな。めっちゃ涼しくて会長の中やえをさせていただきましたけれどもね、このペルチェ一体何なのかというとですね、まあ最近出てきたんかな、私も空調しか知らなかったんですけれども、なんかね鉄板が冷たくなるみたいです。すいません、うちの塊でちょっと調べてテロップ入れておくんで、あ、皆さん一緒には勉強しましょう。で私これね、主に仕事で使うつもりやったんですけれども、あれこれもしかしてバイクにも使うんじゃないっていうことで今装着して走っておるんですけれども、間違いなくバイクでも使えない。で今初めて使ってまだ5分も経ってないんですけれども、使った瞬間分かる、めっちゃ冷たいやつやんってなってますもん。ペルチェのその冷たくなるところの後ろにファンがついてるんですよ。でそのファンで体に冷たい風を送りましょうっていうことなんですよね。でそれがまあ今ジャケット着てるんで、ブカブカじゃないんで、そこまで風が行き渡るかって言ったら行き渡らないんですよ。ほんでこれメッシュやしね、
ガンガン抜けていくとは思うんですけど、あの、首のちょっと下が今冷えてるんですよ。だから、暑い時って、首つくとこ冷やせ言うじゃないですか。ふっと血管通ってるんでね。だから、手首、足首、首、乳首。調子ですわ、今日。ね、だから、そこのやっぱり太い血管のところを冷やすと、基本その体感温度とかも下がったりしますよね。そういう効果を、このペルシェベストは狙っているのかもしれません。もう僕は今のところこの首元しっかり冷えてくれたら、それなりに使えるんだろうな、思ってます。それとね、フリーサイズしか売ってないんですよ。だから今結構ね、私体に密着させます。紐ギュッて引っ張ってね、紐ギュンって引っ張って、結構密着させてるんで、だからその、ペルチェの面がしっかり当たるようになってるんですよ。それでこそ効果を発揮すると思います。一回会社で使った時は、ゆるゆるやったんですよ。そのゆるゆるの状態で使うとどうしてもその姿勢によっては、背中に密着しない。とかあるんで、冷えてる部分を当てないとっていうことなんで、今は割りかしちょっとしっかりめに締めてます。おいで涼しいでこれよー。で多分見てもらったらわかると思うんですけど、ほんまにそれしたなんか危険なレベルで薄いんですよ。で背中も一応プロテクター入ってるんで、ペルチェの形がモコってなることはないんですよ。もっぽりモコムチになることはないと思います。だから見た目でも、なんていうんやろ、そのスマートにその話やし、僕とかね、ルーズに着たくないんですよ。わりかしピチッとスマートに着たいタイプなんで、高性能なパーツをスマートに抑えてくれて、で、かなり実用性を発揮してくれてるなんて、しかもそれが2万で買えるなんて、くっそ安いんですか。大体はね、暑い時も寒い時もバイク乗るんですよ。で、今まではその暑さ対策ってなかったでしょ。冬はね、着込みはなんとかなるやないですか。夏し、ジャケット着て体を守るのかもし。でもこのワークマンさんのこのパチリギアね、ペルチェベストのことでね、今現在私灼熱の中走ってますけれども、ね、全く苦ではありません。むしろこの抜けていく方の気持ちよさを感じてしまいます。汗かいたら涼しくなるのは当然ですけれども、ね、限界あるじゃないですか。でももうかなりこれは冷やされてるという感じです。そんな感じ、ちょっと一個ちっちゃいクーラーついてるみたいな、もうそんなノリです。これめっちゃ涼しい。でもこの表紙にあるように業界最大のこのデカさみたいなのあるじゃないですか。ほんで一気にこの大きい面積で体を冷やしてくれる、ずっと冷たいんですよ背中。だから常に冷やしてくれてるんで、もうなんて言うんだろう、そんなに暑さが苦じゃなくなってきちゃってるかもしれへん。まあこれ灼熱ですよ。まあこれ今日なんかめっちゃ暑い予報出てたし、内陸40度を見とった日やもん今日。いやー涼しいわ。お前やったら信号待ちも毎日うだるんですよ、こんだけ暑いと。信号が悪いってなってるんですけど、そういうのもね、なかったです。自然と。多分もうここが冷やされて、全体的に冷たさを感じちゃってるから、そこまで暑さが苦じゃなくなってるんでしょうね、マジで。で、発明品だ。やっぱいい技術ですよね。やっぱりね、この毎年この暑いのがアップデートされてきて、暑くなる時期がめっちゃ早なってるじゃないですか。ほんで、各社ね、努力してくださってる企業が、こういう天才的な発明をしてくれて、僕らはそれにあやかって、で、快適に過ごさせてもらって、で、やっと夏も乗り切れると。そしてね、2万円って安い買い物じゃないんですけれども、まあまあ、これはこれでありかなって思ってます。あとね、よく言えばね、家族のバッテリーがちょっとちっちゃいかな。1万マリアンペアやったけど、個人的には2万ぐらい欲しいかなって思いました。モバイルバッテリー僕基本2万なんですよ。空調服も2万バッテリーやったら、まあ残業までがっつり使って 50% 減るぐらいなんで、これ1万やったらその半分やからもうなくなっちゃうでしょ。だからギリギリで使うってなるのが僕ちょっと怖くて、だこのペルチェベストもね、まあ勝手にそのモバイルバッテリーを変えたらいい話なんですけれども、最初からもうちょっと大きいのつけてくれてたら、個人的には助かるかな。でもそれじゃあ2万じゃ収まらんのやろな。難しいところですけど、ワークマンさん、お願いします。
今回紹介いたしましたのはワークマンさんのフェルチェベストでございます。まあ、私が買ったのが6月の初めぐらいやったんで、店頭在庫を調べて買いに行ったんですけれども、その時でも2個しかございませんでした。まあ、夏になった今売ってるのかどうかそれはちょっとわからないですけれど、皆さんご自身でちょっとチェキ出していただいて、ね、あったらもう即買いに行ってください。もう多分今年の夏は私このペルチェベストはもう離せません。それぐらい一瞬で気に入りました。マイナス2で背負ってこの京都から伊賀へ抜ける道163を快適に走りたいと思います。これで真夏のツーリングも楽しみです。それでは皆さん一緒にペルチェツーリングしましょう。それでは今回はこの辺に、じゃあね、バイバイ。